えー、こんにちは、えー、今日はですね、えーまあ、今まあ今まあ今でまあいろんな大会であるとかイベントであるとか、えー、お祭りとかまあいろいろ撮影してきましたけどもまあそれがまあどういった撮影環境かっていうですね、えー、お話をしたいなと思いますまあ一番まあ自由に撮れるのはまあ以前もお話し,しましたけどもまあよさこい系っていうのはまああのカメラマンも非常に多いですしあのまあ一番気軽に まあ撮っていてプレッシャーはあんまり感じない、えー、分野ですね。で、泡踊りも撮れるんですけども、どちらかっていうとこのカメラを持って撮影してるっていう人は非常に少なくて、まあ一緒に楽しむか、まあ、スマホで撮ってる人がほとんどですね。あとは、えー、東京オートサロンっていうまあイベントがありますけども、それもまコンパニオンをまあ、車もそうですけども、まあ撮る。 カメラを持っていいる人っていうのは非常に多いです、ね、えー、まあそういった意味でカメラで撮影をするっていう環境っていうのは非常にまあだんだん限られてきてはいるかなっていうのはありますね。まあ、あとはまあ撮ってる分野として比較的多いのは、まあ、大学でいうと早稲田大学ですね、まあえー、まあサークルの数が多いっていうこともありますけども比較的まあ撮影に寛容なまあ団体が多い。 いいうのも一つのもつ理由ですねはいえー、あとまあスポーツ系で言いますとまああのー、ほとんどストロボフラッシュそれから、えー、三脚はダメだという環境は多いですねまあそれはまあ理屈的には非常にわかることなんでやはりあのストロボとかねスポーツなんかでその瞬間の時にこうパッ で光ったりするとですねかなりそのプレイに影響があるということで、えー、禁止もうすべてすべてと言っていいですねあのストロボフラッシュ系は禁止ですねでまあ基本的にまあオフにすればいいんですけどもオフにしても誤動作でフラッシュとかストロボがついてしまうっていうまあ、そういった危険性もあるんで、えー、私なんかはですねまぁ、あ、カメラを買うときにストロボフラッシュ自体がついていない、えー、カメラを 買います、えー、そうすると誤動作ってこともありえないんでストロボフラッシュ自体がカメラについてないんで、えー、それでまあとは、えー、写真はいいけど映像はダメですっていうまあそういったスポーツとかいうのもありますねあと映像はいいけども、えー、15秒以内っていうまあそういったねあの規定があるようなところもありますねあとはまあ他のお客さんとの絡みだと思うんですけどもまあ 大きなレンズ長いレンズとかあと望遠レンズとか、えー、焦点距離が何ミリ以上とか、えー、そういったのはダメですっていう、まあ、そのレンズの大きさとか望遠の度合いですよね焦点距離で、えー、撮影ができるできないっていうのもあります。はいあとはあまあとは音楽特にクラシック音楽系なんですが、えー、非常に珍しいなと思ったのは、えー、看板が出てまして、えー、音のなる撮影はダメ。 そういっったたた看板があった時がああ時りましたねですからまあ,あの私はもうその時ミラーレスカメラでサイレントシャッターっていうのができたんで音を全く立てずに撮影がまあできましたねですからカメラっていうとどうしてもこうカシャッカシャッカシャッっていう音のイメージがあるんで。 えー、そういうのをクラシック音楽の環境の中でやってしまうと非常に厳しいんで、まあ、そういった音のなる撮影はダメっていうねすごく理にかなった、えー、表示がありまして、えー、それはそれですごくいいことかなと思いましたね。あとは競技によって、えー、この方向は撮影はいいけどもこの方向からこの競技は撮影したらダメですよっていうのもありますね。 でもそのダメだっていうその撮影の方向がですねその競技にとってのまあ一般的なベストショットだったりする場合があるんで、えー、まあ非常に厳しいんですけどもまあその撮れる範囲内でまあ工夫していい写真を撮ろうとするまあ競技もありますね。はいあとは名前とか住所とか電話番号とか個人情報を書いて撮影許可書をもらうというパターンもあります。 でもうちょっと厳しいところだと、名前、住所、電話番号を書いて、さらに身分証明書を提示すると、まあ、運転免許でもいいですけども、えー、それで、まあ、嘘が書いてないかっていうのを確認をして、確実に個人情報を確認した後に、えー、撮影許可書を出すといった、えー、スポーツ大会みたいなのもありましたね。はい。あとは、えー、カメラはダメだけど、スマホなら OK と。 まあ、スマホだとね、まあ、最近、まあ、あの機種によっては対応してるんですけどその望遠鏡がやっぱり弱いんで、えーまあ、前の方に座れればねスマホでもそこそこ撮れるんですけどもね、あのー、後ろの方になるとちょっと撮影を断念するということもありますねはいあとは、えー、関係者親族家族のみ、まあ、許可を取れば撮影が可能だと、えー、それ以外の人はダメですよっていうのもまあ多いですね さらに言うと、関係者、親族、家族、もう一切も撮影できない。その業者しか撮影できない。っていうのはありますね。だから、ものの、まあ、イベントっていうか、大会によるとですね、もう、カメラマン、ほんと一人、写真のカメラマンが一人か、二人ぐらいしか、えー、いないような、えー、場合もありますね。だから、そういう場合はですね、えー、まあ、映像なんかを撮って、 DVD で後とでまあ関係者とか家族の方は買うというスタイルのまあスポーツ大会みたいなのもありますね。であとまあ個人的に一番、まあまあ、これからの時代すごくいいかなと思っているのがですね、えー、Amazon ファッションウィーク楽天ファッションウィークっていうのがありまして。 えー、Amazon ファッションウィークの時はブロガー登録フォトグラファー登録楽天ファッションウィークの時はフォトグラファー登録しかなかったんですけど、まあ、そういった申請ができるわけですよねで従来そういうものだと例えば、えー、どういったテレビの媒体であるとかどういった雑誌でであるとか私みたいにねブログとかインスタグラムしかやってない人っていうのは、まあ、対象外っていうのがほとんどですよねマスコミっていうことであると。 で、その Amazon ッション i o n w と楽天ファッションウィークっていうのは、そういった媒体がマスコミがどうかっていう区分けがなくて、要するにブログとかインスタグラムしかやってない人でも申請ができるんですよ。だから、あのー、 誰でも撮影できるっていうふ例えばヨサゴイとか阿波りみたいに別に申請しなくても自由に撮影できるよっていう文化もあるし、まあ、ものによっては、まあ、いい写真を撮ってくれる人とか、えー、ね、ちゃんとしたそれなりのあの表現をしてくれる人だけを、 撮影してももらいたいっていたう考え方もあるわけですよねその場合にまあ今の時代っていうのはねあの YouTube にしても SNS にしてもですねまあメディアと同じようにこの情報を出すことができるわけですからそういった意味であの amazon ファッションウィークとか楽天ファッションウィークのやり方っていうのは非常にまあ理にかなってるなっていうのはありますね。ですからその申請をする時はまあ名前住所電話番号それから自分の写真をですね えー、アップしてまああとどういった作品どういったサイトまあこれはねあの他のメディア系だと実際の雑誌の名前とかテレビ番組とかいうのを出さないといけないんですけどもまあそちらの場合は単純にブログインスタグラムの写真を紹介するという形でいいわけですよねそれでまあ申請をするとで私の場合は例えば楽天ファッションウィークの時はフォトグラファー登録っていうのを。 まあそういったブロガーっていうかね、ブログインスタグラマーとして、えー、申請したらですね、えー、秋の時通りましたね。はい。通って、そうするとちゃんと写真入りのですね、撮影許可書っていうのをもらえると。で、まあそれをもらってれば全部が撮影できるってわけじゃなくて、あくまでもそのブランドがですね、えー、ブランドに私の情報が行って、まあ撮ってもらいたいといった場合は招待状が来ると。 で私もまあ招待状がいくつか来てそれでまあ撮影したりしたんですけども、まあ、これは非常に理にかなってるなっていうのはありますねやはりまあものによっては、ね、いろんなまあスポーツにしてもあのまあ文化にしてもやはり PR をどんどんした方がいいっていうのがあるんですけども当然その主催者側としては変な写真を撮ってもらったり PR の仕方があんまりうまくないっていうのは困るっていうのがあるわけで、えー、そういった意味で Amazon ファッションウイーク楽天ファッションウイークっていうのは 要するにもう間口を広げてですね一般的なマスコミじゃなくてもブログとかインスタグラムとか、えー、YouTube とかやってる人でもですね申請ができるとでその中で、えー、それなりのレベルに達してる人、まあ、PR として価値があると思った人はちゃんと、えー、撮影許可書を出すとでさらにそのブランドが、えー、この人にとってもらいたいかどうかっていうのを判断をすると。 すごくまあ理にかなってますよね。だから、まあ今いろいろね、撮影が制限されているいろんなまあものがありますけども、スポーツとか文化も含めてね。まあそういった、この楽天ファッションウィークとかアマゾンファッションウィークがやったような、えー、間口を広げて、さらに PR もいろんな、どん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 広げていくっていう手法をですね、え、ぜひ、 いろんなところもまあ時代に合わせてこう柔軟にですね対応していただけるとありがたいなと思っております。はい、今日は以上です。ありがとうございました。